10月27日はグレゴリオ歴で年始から300日目にあたり、年末まであと65日ある。アメリカ合衆国憲法の解説論文、ザ・フェデラリスト掲載。論文の多くをアレクサンダー・ハミルトンが手掛けた台湾原住民による最大規模の抗日暴動、無者事件。日本人約140人が犠牲にセント・ビンセント及び、 グレナディーン諸島独立トルクメニスタン独立本願寺第十二代ホッシュ教女誕生弟順序と分離し東本願寺を拠点とするイタリアのバイオリニストニコロパガニーニ誕生二十四の基礎曲オーパス一代二十四番位単調を聞くシンガーミシンの開発者アイザックメリットシンガー誕生第二十六代アメリカ合衆国大統領 セオドア・ルーズベルト誕生オーランダの格闘家、セーム・シュルト誕生、超獣人物儀が作者とされている、鳥羽総城こと、各有ボーツ・ティムール町最盛期を築いた第四代、君主、ウルグベック・ボーツ。優れた学者でもあった、東条秀樹を弾劾したジャーナリストにして、衆議院議員、中野聖合カップ駆除札アメリカの小説家、ジェームズ・エム・ケイン・ボーツ。代表作は、 郵便配達はニドベルを鳴らす、フランスの映画監督、ジャック・ドゥミボツ。代表作に、シェルブールの雨傘、ロシュホールの恋人たちロックバンドベルベット、アンダーグラウンドボーカル、ルーリーのボツミカサノミアタカヒト新郎皇居。ありがとうございます。